汚れなきティッシュ、レコ初ライブ東電。次は、はい、汚れなきティッシュですね。はい、こちらの期待度はどうですか、小市さんからの、はい、すいません、ここは風間のじっちゃん大好きだ俺。じっちゃんまだ風間のじっちゃん大好きです。もうロックンロールじゃないですか。うん、さあそんなことは準備できちゃいましたか。準備はどうでしょうか。はい、できたということでございます。はい、皆さん準備はどうですか。お客さん、はい、いいですか。はい、そんなんじゃ始められないですよ。準備はどうですか、お客さん。どうですか。はい、さあもっと大きな口で盛り上げて。準備はどうですか。どうですか。はい、騒ごうぜ。いや、よし、こっ。はい、それでは次は汚れなきティッシュさんです。スタート。
そしてうちのリーダーを紹介する。こんなね格好してるけど最近乳首がねカビ生えちゃったみたいなんだけど、みんな知ってるよね。裸の女あられよ。そしてこちら、ハッピーバースデートゥーユー。はたま、明日のお誕生日だよね。これは私からだ。ありがとう。そして3人から高級ティッシュをプレゼントしよう。やったー。いろんなものに使ってくれ。ありがとう。そして私、ライダームチ福山莉子です。今日はみんなね一緒に歌ったりできないけど、心の中でいっぱい叫んでいっぱい歌ってね。よろしく。誰も本当の私なんて知らない。分かりはしないでしょう。分からなくていい。今夜も夜空に飛んでいき、流れ星とともに生まれ輝き遊ぶ。朝が来る前に夜明けの空を彩る。明けぼの色になる前に。 Hey baby、 そんなに急いでどこへ行こうってんだい。まだ私にもわからない。私も私を探してる。 OK、 見せてもらおうか。聞かせてもらおうじゃないか。見ていて本当の私の時間を。私たちのね、私たち自身も大好きな曲、汚れなきロックンロール、いきましょうか。
もサプリメン、ロックンロールがサプリメン、ロックンロールがサプリメン。おい、石田市から44歳、お前さん金困ったから40万貸しやったんだけど、のんきに飛んでんじゃねえよ。そもそもお前地元帰れって言ってなかったか、お父さんが病気だかなんだかって。この間中野の商店街で見かけたよ。中野のサンモールとブロードウェイに2回でも見かけたよ。あんたもしかして変な女とまだ沼袋ついてんじゃねえのか。あの変なオレンジ色のアパートにな、おいどうなってんだよ。こんなこと言ってると永久で長くなりますんで、この辺で俺たちの名曲を聴け。ありがとう。汚れなき亭主。
芸能人御用達開運印鑑の風間印房、宝くじの高額当選、ビジネスの成功、商売繁盛、開運に恵まれる人が続出。その話題性から多くのメディアに取り上げられた開運印鑑、通信販売も受けたまわり中、風間印房。ねえ、いやー、汚れなキティスさん、はい、どうでしたか。そうですね、はい、僕はまあ前の時辛口なこと言ったんですよね。はい、言いましたね。確かバンドはあのパートチェンジはないでしょう、はい、バンドなんだからっていうので、うん、今回はそのバンドのパートチェンジはないってところは高評価ですね。ああ、はい、よかったですか。俺ずっとやっぱ配信なんでずっと正面向いて喋ってるじゃないですか。はい、で汚れなキティスさんどうぞーって言って裏のモニター見たらジャッキーシャンのままティッシュ、あの風間のじっちゃん乗せてるんですね。あれ乗ってましたよ。笑いました。あの風間さんみたいな感じの人、あの街とかでこうなんか叫び何かに怒りながら歩いてますよね。よくね。何かわかんないけど何かに怒ってるんですよね。本当そうです。怒ってる電車の中いたりとかね。はい、ああいう人いますよね。います。うん。いや分かりやすい人、分かりやすい。何なんだろう、何怒ってんだろう、ああいう人は。何だろうな、まあ音数が少ないっていうのもあるんですけど、はいはい、まあでもあのやっぱまとまってますよね。はい、すごくすっきりしてて、あのロックンロールがサプリメントのこうの乗れますよね。乗れますね。乗れますよね。次回、会場が震撼する、衝撃の事態が巻き起こる。まあでも俺しんどいわ、やめたいわって人、やめたい人、ここでいても面白いけど。おお、ここに来て、うわ、え